藤波支店の大谷の成長が切ない。高校生藤波、大谷なかなかやるやん。バッターはすごいけど、投げるのは Y の方が上。 NPB1 年目、大谷3勝打率2割台か。二刀流の割に頑張ってるやん。 Y は10勝したけど。2年目、大谷11勝、ホームラン10本、やるやん。 Y は2年連続2桁勝利や。3年目、14勝で3年連続2桁勝利、ごちそうさまです。それで大谷くんは15勝、投手三冠だと4年目、今年は調子悪かったわ。大谷は10勝、防御率1点台、最速165キロの日本新記録、22ホームラン、打率3割、日本一、調子良かったんやな大谷。5年目、今年も調子悪かったけど、大谷も怪我してほとんど試合出てへんしええよな。大谷メジャー挑戦。6から10年目、Y のコントロールどこ行った。大谷は楽しそうにやってていいな。11年目、Y も大谷のライバルとして MLB 挑戦するわ。マジで思ってそうで笑った。1年目の藤波が一番良かった。藤波、NPB は俺には狭すぎた。もっと思いっきり投げたい。当てる気満々で草。MLB でも相変わらず暴れまくってる模様。大谷にも打たれてたからな。大谷はライバルと思ってないよ。藤波もさすがにレベルが違うのは分かってるやろ。ポテンシャルがあっただけに、藤波ぶっ壊した阪神は罪深い。大谷くらいストイックに育成するべきだった。球団関係ないやろ。大谷はストイックというより好きでやってるから。野球愛の差がでかいよ。藤波は緊急事態でも合コン行って外出禁止くらって、大谷は平常時ですら飲み行かない。そら差が開くのは当然よ。日ハムコーチだった黒木、大谷は練習しすぎるので練習をさせないのが我々の仕事だった。それ以外何もアドバイスはしていない。コーチの仕事してなくて草。さすが大谷さん。大谷の4年目はいろいろとエグかったよな。ソフトバンクファンの愛、大谷のクローザー登板で絶望したわ。165出た時のソフトバンクベンチのお通夜ムードに笑った。内川だけ断定してて草。藤波、身長は Y の方が高いんやで。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。